民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加速艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを、海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わって、クイーン・エリザベスが、9月8日に出港した。そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を、英国放送協会、BBC は、アメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が、一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にレミゾし、7月28日には、SNS に、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、
世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦、加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母、加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦、加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も、空自パイロット、整備員の養成も、これからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと資料する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。
だから、中国は、尖閣諸島に手を出せない。そんな言葉を目にするでしょう。現在の尖閣諸島に何が起きているのを、今回はいつもよりさらに深掘りして見ていきますね。石原都知事時代に尖閣諸島を購入していれば、こんなことにはなっていない。当時の民主党が間違った政策だね。中国からの指示を、そのまま真に受けた結果こなってしまった。当時、尖閣での拿捕の瞬間の映像を世間に公開した海保職員は勇敢だった。その勇敢さも忘れてはいけませんね。次の沖縄県知事にも変化が起きる。2024年7月2日から4日にかけての最大でおよそ42時間ほどにわたって、沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の領海内に、中国海警局の船舶3隻が侵入。今年に入って、通算で24度目の領海侵犯が行われたと海上保安庁から発表された。今回のケースでは、尖閣諸島の周辺海域の日本の領海内において、出漁した日本の民間漁船2隻を追って、中国海警備局の船舶3隻が、その漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったとめされており、まさに、こうした行いを常態化させている。最近の中国海警備局の、こうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻が1セットとして活動している状態が多かったため、今回3隻で領海侵犯を行ったということに、いかなる理由があるのかについても気になる点ではある。こうした尖閣諸島の周辺海域の日本の領海に対し、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では、先月の2024年6月24日以来とされており、今年は、すでに、通算で24度目となっており、月平均で、4回は、同様の事態が発生している計算だ。これら沖縄県の尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアとしている海上保安庁の部署は、沖縄県の沖縄本島に本部を構える第11管区海所保安本部になるが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けることを表明している。ここ近年は、海上保安庁の活動といえば、日本国内の大手マスメディアでも、このような尖閣諸島周海域における中国側の船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多く、日本の領土防衛の最前線に置かれている感も強いだろう。そんな海上保安庁であるが、その生い立ちを歴史の上から紐解くと、その創設は、太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年まで遡り、アメリカでは、軍隊の一種であるアメリカ合衆国湾沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置された。今でこそ海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着しているが、これも以前からというわけではなく、当時の2000年まで同組織を管轄していた運輸省が変更を表明して以後からである。それまでの海上保安庁の英語名称はジャパンマリタイムセーフティーボードもしくはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーが当てられており、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められた。その英語名称の改定の理由は、広く日本国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことを目指し、同組織のロゴやそのマークを含め変更したとためと説明されており、まあ世界的標準に合わせたというべきものなのだろう。さらに、2001年には、海上保安庁を管轄する主体が、運輸省から国土交通省へと変更されたことも手伝って、以後の同組織の船舶等には、すべて、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されることと相なった。日本における海上保安庁のあり方については、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されており、その最初の第一条において、活動領域は自国の領海、接続水域、排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えることができる。しかし、実際の海上保安庁法第1条では、現在は海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみであり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定されず、必要に応じて世界中で活動することが想定されている。ただし、
海上保安庁が1948年に設立された際には、県の第一条では、その活動の範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域という記述とされていたものであり、以後の情勢の変化から、今の表記に改定されたという経緯があった。それは、一例を挙げれば、大型巡視船として1992年に就役した際には、世界で最大の規模を誇った四季島に課せられた任務とも関連しており、当時の日本の原子力発電の施策を円滑に進める人でもあった。当時の日本は、自国内の原子力発電所において発生した使用済みの核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離してもらい、保管する体制を敷いていた。この状況から、日本では、原子力発電所の稼働を継続することイコール、プルトニウムと放射性廃棄物が増加するという状態であり、このうち毎社のプルトニウムを、再度燃料として使用するプルサーマル発方式の発電を行うこととした。そのために、日本へとプルトニウムを輸送する必要が生じ、それには、核兵器の材料ともなるとくる、そのプルトニウムを外敵から守る手段を講じることが必須となり、まず、イギリスからのプルトニウムの輸送には、同国の貨物船に武装要員を同乗させた。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事したが、ここでは、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上で、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられた。こうした流れから、以後は、日本が、独自に、プルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることとなり、ヨーロッパから、日本までのおよそ2万海里を、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められた。そこで、その目的の履行のために専用に建造されたのが大型巡視船の四季島であり、総トン数が7175トン、全長が 150.0 メートル、全幅が 16.5 メートル、深さが 9.0 メートルという、就役時には世界最大の巡視船となった。巡視船四季島は、機関部にはディーゼルエンジン4機を搭載し、最大速力は25ノット、航続距離が18ノットの巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機を運用できた。ここに、兵装としては90口径 35mm の連装機銃を2機と 20mm バルカン砲を2機搭載し、これは当然、海上保安庁の巡視船としては2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると言ってよい充実したものである。こうして建造された巡視船、四季島は、就役年の1992年11月に、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した赤月丸の護衛任務に従事したが、以後は、プルトニウムの輸送が中止されたことにより、通常の巡視船として運用された。この初代の巡視船四季島も、ちょうど今年2024年4月には、老朽化の進行が激しく退役をしており、当初は改修工事を施して就役年数を伸ばすことも検討されたが、32年に及ぶ就役期間を終えた。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だが、同組織は2018年に組織の再編を経て、準軍事組織である武装警察に連なるものとなっており、事実上の中国の第二の海軍と言うべき位置づけに変化している。日本政府が尖閣諸島の国有化を実行に移した2012年頃の時点では、保有する船舶の総数は、日本の海上保安庁側がおよそ50隻、中国海警備局側がおよそ40隻と日本側がリードしていたが、今やその数は完全に逆転されてしまった。この2024年時点では、海上保安庁の保有する船舶の総数はおよそ70隻ほどだが、中国海警備局の船舶の総数は、実に160隻に迫らんとするまで増強されており、この12年間で、4倍もの数に及んでいるとめされている。ただし、日本にとって幸いなことは、中国は、
尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海においても、複数の周辺国と圧力を強めているため、中国海警局の船舶のすべてが日本に向けられたものにはなっていない点だろう。しかし、いずれにせよ、中国側が中国海警局の船舶の数を含め、体制を強化することに対処するため、日本側も海上保安庁の船舶数の増加を進めざるを得ず、人員をはじめ、多くのリソースの拡充に予算の増加を強いられていることには変わりはない。